みんなびっくりさせてごめんね。でもシャロンさん、本当変わってないわ。<laughs> また一緒に働くてるのだよ、チミー。ここは女性の部屋、男子禁制だよ。僕もシャロンさんに確かめたいことがあるんだ。そう,そうだだったら